日本の忍術、または忍者に関連する歴史は多くの神秘的な物語や実在したとされる人物によって彩られています。ここでは特に影響力があったとされる忍術の有名人物について紹介します。福地玄一郎。1886年から1976年。近代における忍術研究の先駆者の一人。 彼は多くの古文書を研究し忍術